リボン黄金期に人気だった漫画天使なんかじゃない。矢沢愛先生の代表作の一つです。天使なんかじゃないは主人公冴島みどりが生徒会に入り、生徒会長須藤明に恋する青春ストーリーです。今回は天使なんかじゃないのタイトルの由来と、明からもらった天使の羽ネックレスをなくしたみどりは、天使でなくなるのか、を徹底考察したいと思います。みどりたち生徒会メンバーと牧先生、まさしさん、ひろこちゃんは夏休みにキャンプに行きました。みどりは当初、あきらとまきちゃんの中に嫉妬していましたが、まきちゃんの恋人まさしが日本に帰ってきたことで安心します。みんなで花火をしていた時のみどりのモノローグで、次のようなものがありました。もう不安にならずに済む。自分の幸せを一番守りたい。天使なんかじゃない。普通の女の子だよ。みどりは学園ではみんなの天使で、エンジェル冴島と呼ばれているけど、アキラのこととなると、憧れのマキちゃんに対しても嫉妬するし、苦しみます。みどりは本当の自分は天使なんかじゃない、と言いたいんですね。ところがその後、まさしさんはまた日本から出ていき、マキちゃんは一人ぼっちになってしまい、アキラはまたマキちゃんを気にかけるようになります。ヤンキーだらけの運動会で、教員参加リレーでマキちゃんは捻挫をします。生徒会メンバーが駆け寄る中、一番先にアキラはマキちゃんを抱きかかえて保健室に連れて行きます。それを見たみどりはたまらなくなってとっさにトイレに駆け込み、そこでアキラからもらった天使の羽のネックレスをなくしていたことに気づきます。みどりはマキちゃんの怪我が治るまで、アキラがバイクでマキちゃんを送るように提案しますが、マキちゃんは断ります。みどりはマキちゃんに嫉妬しないように、必死に自分の感情を押し殺しています。アキラの乗ってるバイクは、まさしが使ってたバイクを譲り受けたものなので、マキちゃんはそれを見ると、まさしを思い出して辛いのだそう。マキちゃんはまさしのことを忘れるために、お見合いをすることにした。とみどりに伝えます。みどりは嫉妬心から、まきちゃんのお見合いのことをあきらに黙っていました。お見合いのことを伝えたら、きっとあきらはまきちゃんのお見合いを止めようとするからでしょう。みどりとあきらの北海道旅行の当日に、みどりは自責の念に耐えきれず、まきちゃんのお見合いのことをあきらに伝えます。案の定、あきらはまきちゃんのお見合いの席に駆けつけようとします。アキラはみどりにも一緒に来るように言うが、みどりは、マキちゃんのことでムキになるアキラをもう見たくない、と拒み、みどりを空港に残したままアキラはマキちゃんの元に行ってしまいます。取り残されたみどりは、中学の同級生ケンのライブ会場に、泣きながら駆け込みます。みどりはケンの優しさに慰められ、ケンと一緒に一夜を過ごします。みどりとアキラはマキちゃんのお見合いのケンがきっかけで別れます。アキラは言います。俺はヒロコをどうしてもほっとけないんだ。マサシが帰ってくる日を一緒に待っててやりたいんだ。そのことがお前を苦しめるなら、俺たちはもうダメだよ。みどりは別れを受け入れ、アキラと友達に戻ることを提案します。その後間もなく、みどりはケンから告白をされて、ケンと付き合うようになります。付き合おう、俺たち。きっとうまくいく。みどりはこのことを親友のマミリンに伝えると、マミリンは聞きます。本当に好きなの。あのケンってこのこと。みどりは自分の気持ちを次のように表現します。アキラの時のみどりの気持ちは、好き好き大好き。もう死んでもいい。地獄までついていくわ。ケンといる時のみどりの気持ちは、愛されてるなぁ、好きだなぁ。
こんな人と一緒にいれたら幸せだろうな。緑は剣から告白されて、愛される幸せを感じてしまったんですね。でもやっぱり心の底ではアキラを好きな緑は、友達の範囲内でアキラと仲良くします。ラグビー部応援事件で、ラグビー部の文太が剣を自分の試合に呼んで、剣が緑に会いに学校にやってきます。ちょうどその時に、剣、緑、アキラが鉢合わせになります。剣にアキラと一緒にいるところを見られた。と慌てた緑は、とっさにアキラの手を振り払って、剣の元に駆け寄ります。剣と緑が一緒にいるところは、他の生徒にも見られて、冴島緑が生徒会長と F 校の男と二股をかけている、と学園中の噂になります。その後、緑は剣とキスができないことが分かり、自分の本当の気持ちに気づき、アキラのアパートに向かいます。しかしアキラの部屋はすでに空室になっており、アキラは消えていました。アキラはこのタイミングで、マサシを探す旅に出かけています。でもこのタイミングだと、失恋のショックで行方不明になったようにも見えて、ややこしいですね。緑は寒い中、アキラを探し回り、熱で寝込み、寂しくて落ち込む日々です。そんな緑のためにマミリンは、半年前に緑がなくした天使の羽のネックレスを校内中、探して見つけます。緑はアキラの妹、ひろこちゃんから食事会に招かれて、アキラの母とも話をします。アキラの母は、あなたのおかげで昔の優しいアキラが戻ってきた。アキラを愛してくれてありがとう、と緑にお礼を言います。緑は言います。アキラは出会った時から優しかった。そしてモノローグでは、次のようなセリフがあります。天使なんかじゃないけど、アキラのためなら天使になる。と、緑は決意します。その後、立ち直った緑に、マミリンが見つけた天使の羽ネックレスを返し、緑は完全復活します。天使なんかじゃないわ、本当は天使ではなかった緑が、恋愛の嫉妬や苦しみを乗り越えて、天使になろうとする物語なのだと思います。天使なんかじゃないわ、本来結ばれるべきカップルが無事にカップルになっていて、みんなハッピーエンドになっているのが心地よいですね。今回は天使なんかじゃない、のタイトルの由来と、天使の羽ネックレスをなくした緑は天使でなくなるのか、を考察しました。この動画では、矢沢愛先生の考察動画を投稿しています。よかったらチャンネル登録をお願いします。